音楽大学の学生の時にやっておいた方がいいベスト3。これめっちゃ大事です、マジな話で。まず一つ目、チェンバーレパートナーをめちゃ増やすことですね。まあ室内楽、やっぱり日本ってアジアから見てもやっぱり室内楽の教育はものすごく遅れてるし、なのにやっぱりソロで仕事あるわけない、卒業したら。だったら学生のうちに友達たくさんいるんだから室内楽をとにかくたくさんやってください。デュオでもトリオでもいいけど、なるべく編成が大きいものをやった方がいいと思います。このレパートリーの数すごくプロになった時大事になります。二つ目、もちろん世の中のほとんどの仕事オーケストラ比重あるんで、やっぱオーケストラの自分のレパートリーの曲を増やした方がいい。ノーギャラでも友達の演奏会でもいいから、オーケストラの仕事は時間がある限り、必ずギャラが出なくても、何回言いますよ、ギャラが出なくても学生のうちは絶対にやった方がいいです。そしたら自分の学びで将来財産になって帰ってくるから、信じてください。3つ目、めちゃくちゃこれ大事なんですけど、基本的に仕事っていうのは知り合いから来るので、学生のうちに友達を増やしておくことだね。あいつ誘ったら返事絶対来るよっていう印象付け、めちゃくちゃ大事です。日本の学生わかんないけど、アメリカの学生、この返事レスポンスって言うんだけど、はいかいいえのメールの速さでほとんど仕事決まりますから、ここ一生懸命頑張ってください。でも本当に信じて大丈夫。ただ僕日本の音大出てましたけど、すいません。